そうですね、トルフィンという、青年を通してですね、前作の方で言うと、武力っていうところがかなりテーマになっていて、で、武力に起こる、争いですとか、悲劇ですとか、対人関係とか、なんかそういったところがメインになっているのがすごい印象的だったので、演者的なところで言うと、上村さんのその葛藤している様といいますか、そんな、苦悩するトロフィンをですね、周りはこう自分の私欲とかそういったものでどんどん、そういう大人の世界にトロフィンが巻き込まれていくっていうところがすごい印象的な作品だなというふうに思いましたね。そうですね、この作品の、いいところは監督のビジョンがすごく明確化されているところなので、事前にかなり入念な打ち合わせをさせていただいて、それぞれの監督、音響監督、そして僕が持つ映なる像みたいなものを、こうすり合わせをして出来上がったっていうところではかなりいいものを届けられているんじゃないかなと思うので、そこはぜひ、今回のシーズンで、皆様に期待していただきたいポイントではありますね。エイナルもそうですけれども、前回と比べて今回はその心理描写がものすごく多いので、特にエイナルっていう存在は、トルフィンっていうああいったすごく重い過去を持ってる存在をもうちょっとずつ心を動かすっていう、いい意味でこうムードメーカーであり、お話の今回軸になる存在なので、そういった意味ではどういうふうな話し方とか投げ方をしたらトルフィンが心を開いてくれるかとか、でも最初はやっぱりエイナルも戦士っていうものに対してすごく複雑な思いがあるし、エイナル自身の等身大の気持ちとでもトルフィンを導いてあげるっていうところのバランス配分が結構難しいところではあるんですけれども、そういったところは、よく上村さんともこういろいろと今回のお話どういう話だねっていうところで意見交換をしながら、エイナルっていうものを作り上げていってるので、僕自身としては楽しく演じられていますし、なのですごく作業としてはすごく楽しい経験をさせていただいているので、これからも大切に向き合っていきたいキャラクターだなというふうに思います。やっぱりシーズン2の一番のポイントは、前回はすごく肉体的にも激しかったんですけれども、今回は静かな戦いというか、おのおのの自分自身との戦いの描写もあるし、そして奴隷という立場同士の戦いとか、違う立場同士の戦いみたいなところで、ものすごく人間にはやっぱりいろいろな戦い方、そしてそういう争いがあるんだなっていうところが今回のやっぱりポイントじゃないかなと思うので、そういった意味では、もちろんアクションシーンもありますけれども、本当に監督がセリフの一つ一つにこだわって脚本とかもこう見られているので、そういった会話劇みたいなところに注目していただきたいなと思います。前作からちょっとだいぶ時間は空いてしまったんですけれども、その分本当に僕も毎回その監督の描く、作画力というんですかね、演出力みたいなものに驚かされているので、クオリティみたいなものは、皆様を裏切らないようになっているんじゃないかなと思うので、ぜひとも期待してシーズン2を楽しみにしていただけたらなというふうに思います。